ストライプ柄の五本指ソックス五本指ソックスは手袋に指が包まれるように袋状の布地にそれぞれの足指が包まれる形状の靴下であり五本指靴下とも呼ばれるまたトーソックスとも言われる1970年代のアメリカ合衆国で流行し1990年代に再び流行した日本では健康効果が期待され水虫対策 外反母趾対策への効能が歌われるが、アメリカ合衆国では、ファッションの一種とされた。靴を履いた状態では、外側から見えなくなるものから、くるぶし、足首、膝丈、膝上丈まであらゆる長さの製品が市販されている。ヨガを行う、際の素足以外の選択肢としてテーブに滑り止めゴムをつけたものもある。かつては女性のみが対象とされていたが、近年では、 男女それぞれに向けたデザインの製品が市販されている。五本指ソックスを最初に発案したのは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州のエセル・ラッセルとされる。1969年4月14日、彼女はアメリカ合衆国著作権局に靴下についての2枚の図面の著作権を申請し、これらをミトントーソックス及びグローブソックスと命名した。ところが、 特許は認められたものの著作権が認められなかったために彼女は製品の独占権を得ることができなかった。五本指ソックスは1970年代にアメリカで人気となり、1990年代には若者向けのノベルティアイテムとして人気が再燃した。1970年代を通じて器物や バファローサンダルと合わせて5本指ソックスを履くのが少女の間で流行となった。寒冷期にはフリップフロップと合わせて履かれた。この期間には鮮やかなストライプやラメがついた膝丈のものが標準的であった。それらには足指の間を含め足を保温するという実利的な意義もあった。5本指ソックスを履いているサンドラマグナス2004年時点では 単色の製品が市販されるようになり、日常的な副食品として受け入れられている。それらは宇宙空間でも履かれ、特に2011年の国際宇宙ステーションへの飛行ミッションである STS-135 の際に宇宙飛行士のサンドラマグナスが履いたことが知られている。日本の旅妻先部分が分かれた靴下のうち最も初期のものの一つが、 16世紀から存在する日本の旅である。これらは、つま先部分が2つに分かれており、小さい方の区画には帽子を、大きい方の区画には、残りの足指を収める。これにより、ゾーリアゲを履くことができる。近代的な5本指ソックスは快適性や、運動機能を重視してデザインされている。2004年には、イギリス知的財産庁に、 トーソックスと称する製品の特許が申請されたが、内容は異なっており、足指を覆うことにより靴の内側の快適性を高めるためのハーフソックス。ミュールやスリングバックと合わせて履いても靴下が目立ちにくい。と解説されている。着圧ソックスなど、プロスポーツのための特殊用途のモデルや、高耐久性が必要な用途にも進出している。スポーツにおいては、 歯間部の頻繁な摩擦による水泡に悩まされるトライアスロン選手にとって運動用の五本指ソックスが改善策となる。トーソックスと呼ばれる製品の一種は実際には正反対の設計で足とかかとが覆われつま先が露出する。この製品はヨガやピラティス、ビーフィットなどでより完璧な可動域を実現するための滑り止め機能を持つ。派生商品として 5本指のパンティストッキングやタイツがある。また、全身タイツでは販売元がオプションとして用意するケースがある。ありがとうございます。